はい、のっぽさんでーす。はい、ともこでーす。リブラはやっぱ、美容師さんに本当成長させてもらえるっていうのは本当にあるんですよね。で、それと合わせて、今回ね、今ずっとともこさんに来てもらってるけど、やっぱり美容師さんのご家族さんの気持ちだとか、もうそこにも成長させてもらえる、ところは本当に多いかなって。だから、ずっと亡くなった人のところにずっと行くのは、忘れてないよっていうのをもう、で、必ず行くんですよ。で、さっき行ってきた方は7年前、要はのっぽさんのデイサービスができて1ヶ月後に亡くなった方がいる。もうその方も本当にね、本当に大変な方だったんだよね。車椅子だし、もう目もほとんど、ね、見えないんだけど、お風呂に入りたいけど、まあ、よそのデイサービスだと全然お風呂に入れてくれずにシャワーしかない、だったら俺が抱っこして入れてあげるからっていうので、1ヶ月間だけ来たかな。来たけど、もう本当亡くなるのっていうのはもう目に見えて分かってて伝えられてはいたんだけど、その人の希望がお風呂に入りたい、だからそれでやって、で今その方まだ喫茶店やってるからさ、でその方のところに行ってきたら、もうのっぽさん7年経ったって言って、私7歳年取ったって言った。だからね、本当そういういろんな思い出がね、まあ、自分たちが成長できる糧にもなるし、まあ、こういったことをね、みんなに伝えてあげることによってスタッフがね、成長するんじゃないかな。だからさ、こうやってみんな利用者さん見てると全く母さんみたいに目の見えない人いないでしょ。いやースタッフさん面倒見てくれたなぁ思って、今改めてね感謝する。恩返しってな、恩返し、どうやって恩返しし本当にね、よあの目の見えない母さんはね、よお守りしてくれたな。写真も何もかにもね、みんなと一緒に行ってるの、どこ行くにも一緒に ね、ありがたいことだなぁ思ってね、そう、花見の時もね、あの梅もね、全部写真撮って、そうそう、本当に亡くなる前だもんね。そうそうそう、これ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 、この時期の頭も出すね。これ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 、これがあの智子さんのお母さんやね。これだよ。そう。これ。これいいね、この写真。この時期になるとこれ思い出すね。これだって梅と桜だもん。一緒になってるところなんで。服の色もちょうどいいじゃない。そう。これ写真撮ったの俺。あ、そうなんだ。そう、俺。これスマホで撮ったんだよ。あ、本当綺麗だよね。本当に。ね。そう。ね、まあけど本当にね、まあ3年、5月で3年、丸3年経って、まあまあこれからね、今度は次智子さんが、そうだよね、私だよね、智子さん自身はどう考える、どうやって死にたい、最後を迎えたい、最後、まあ母さんの場合は私がおったけど、私の場合はあの息子でしょ、あの出来の悪い息子でしょ、あれはもう子供と同じで何にもできないからさ、兄ちゃんはやっぱりね、できてもね、家庭があるからさ、そこんとこ今ね、まあ最近そういうことを考えるようになった。死んだらどう。死ぬのはどこで死にたいの、家。死ぬのはやっぱり家で死にたいけど、家で死ぬにはやっぱりいや今本当に最近ね、いろんなことをね考えとる。でもそれがね、今言うね、人生会議っていう、あの要は、まあ亡くなる時だけのことを考えるんじゃなくて、で今68でしょ、じゃああと、じゃあ変な話、平均寿命から言ってあと20年あるわけだ。20年あるんだったら、20年であと何がしたい、旅行がしたいとかさ、何がしたいとか。今したいこと、まあ、いつも明るくいたい。あ、いつも明るく笑、みんなと笑っていたい。たら、だからそういうどこに行きたいとかここに行きたいとかね、そういうことは全くない。いつも晴れ晴れとした気持ちで、まだいろんなことをあっちこっちにこうあるからね、それこそ母さんのこともあるし、おじいさんのこともあるしとかね、だから。ふっとそういうことが頭によぎるから、いつもね、笑ってね、母さんってね、言えるように、胸張って言えるように、ね、今のお子さんどこに行っとるけども、私すごいよ
日これできるようになったよとかね、うん、自慢したい。そう、きっとそう言ったら母さんならさ、とも、ちゃんすごいね、あの人は褒め上手だから、あの人しか褒めてくれる人がいないもんで、そう言えるようになりたいね。うんうん、これはね、本当にね、どこも行きたくない。うん、ただ明るく行きたい。ああ、そうだね。うんうん、ああ、これけどやっぱ、本音かもしれんね。うん、ねえ、うん、それこそ私今こう、うんね、うん、だんだんと良くなってる。そう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 、それがあるもんで、よけとそう思うんかもからん、うん、あの ねけど本当にね、だんだん明るくなっとるよ、うん、どん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 、まあまあけどね、まあ家帰って一人になったらまた流行ってになるでしょ。そうなの、でしょ。それはね、あの誰もが一緒だって。そうだろう、うん、考える時にね、いいことばっかり、俺だってこれだけあーあー言っとってもやっぱ一人になる時はね、うんうん、こんな俺でもね、落ち込むことあるんだよ。本当考えられん、うん、まあまあけど、うん、ね、うん、あの男さん自体が、うん、まあここで働きながら、うん、今ね、うち今最高働いてる最高齢は75歳でしょう、まあ、まだまだ働くって言ったのから、うん、いつまででも大丈夫だって言っとるんで、うん、まあ、ね、まだまだ変な話、うん、10年は働いてもらわなあかんよ。かな、うん、大丈夫、しっかり。いや、私はね、のこさん来てね、一番嬉しい瞬間はね、うん、ご飯食べるとき。あー、はいはいはい、はい、私がちょっと作るでしょ、うん、美味しいね、うん、美味しかったねっていう、あれが嬉しい。あ、リュウさんがね、うん、というのは、母さんの時は、うん、美味しいも何もなかったでしょ、糖尿病の赤、はいはい、野菜にて。いやいや、そうそう、ね、あ、そうだった。だからみんなにね、ちょっと一つでもね、あの、何か余分に作ってくるもんね。そう、一つでもね、何でもいいからね、うん、あれさ、あの、食べさせてあげたい。母さんの時は本当に、今思うとさ、もっとさ、美味しいもの食べさせてあげようかと思う。皿はいっぱいあるじゃん、お母さんご飯食べる時。全部野菜煮たやつ、味もみんな同じ。ね、あの塩分控えめの薄味のね。そうそうそう、それで味見もせんでもいいな、ちゃちゃってやってね。うん、だからね、うんと、美味しいもんは少しでいいから。うん、いやーさ、それはちょっと続けてもらおうかな、うん、あの本当に。それとね、うん、私はバナナたくさんあったもんで、ほんの、あのお昼にちょっとだけね、うん、あんの一切れちょっと乗せたの、うん、そしたらお家でバナナ食べる人もおるし、うん、一人住まいの人は食べない人もおるし、はいはいはい、バナナを箸でつまんでね、うん、それごと食べたの、うん、それで夏は枝豆をちょろっとこうつけてあげたの2つぐらい、うん、枝豆もそのまま食べたの、うん、昔はバナナ買って剥いてたからね、ちっちゃいと剥いて食べとっただろうけども、うん、その時はね、そうやって皮ごと帰って箸で食べとったの、うん、あ、ちょっとでもね、うん、こうバナナだよって言ってさ、うん、皮剥くのを思い出すように、ほんで私はちょっとつけたりね、うん、あれするんだけどね。まあけどね、うん、そういうね、うん、あの、なんていうかね、心遣いっていうかね、うん、あの、けどそれが本当の介護だと思うんだよね。そうか、あの、おむつ交換がね、うん、あの、その確かに手早いとか、いろんな、うん、あの、移動するのがうまいとか、そういうのも確かにあるけど、うん、最終的にここだから、うん、で、あの、特にうちののっぽさんのデイサービスって、うん、家みたいなもんやね、あの、ね、うん、本当の家や。だからこんな介護施設っていう感じではないので、うん、もう段差もあれば、うん、ね、うん、まあ、10人ぐらいな規模なんでね、うん、だったらそうやっていくんだったらもう本当に今みたいな、うん、形を、まあ、継続してもらえればいいかな。そしたらあと10年働けるわ、うん、いけるかな、いけるいける、十分、あの、働いてもらうの困る。そんなことないね、だから本当にその人その人によって、うん、要はともこさんはこういう介護ができる、うん、まあ、変な話、ことちゃんだったらこうできるとかね、あゆむさんだったらこうだとか、うん、俺だったらこうだっていう風な、うん、なんかやっぱそれぞれ特徴があればね、うん、この介護っていうものっていうのは、うん、なんかな。でもさ、のっぽさん、うん、私はもうご飯関係しかできないもんで、うん、ちょっとでも作ってくる、ちょっとでもつけてあげるとかね、うんうん、まあ、みんな病気持っとる人とかおるからね、そんなドンとはできないけども、うん、バランス考えたりして、はいはい、だけどものぽさんは私ご飯じゃいかんのって言った時、オールマイティじゃないといかんって言ったもんで、うん
や、あの時真剣に考えて、いや、私はこれは一生オルマイティにはなれんと思ってさ、うん、で介護はオルマイティなの。すごく悩んだ。並んだ。この間にすごい悩んだ。あ、本当、うん、ノリストに言ったのか知らないけどさ、お母さんご飯しなくちゃいかんって、のこさんがオルマイティじゃないといかんって言ったって、お母さんにこんなことできるとかさ、できるわけがないでしょとかってさ、言おうかな思ったら、ちょうどあいつ、出張でいなかったで、そのうち忘れたけど、まあまあまあ、介護って何、のこさんのとこの仕事って何なんだろうと思ったりね、まあ、だからね、オールマイティになきゃいけないっていうのは、自分の中では、ノーを言っちゃあかんっていう、できないっていうことをね、あんまり自分の口から、できないって言ったら、もう絶対できないから、なんでも、はいはい、かしこまりじゃないけど、できるって思ってれば、できる。ただ、無茶はさせんからね。じゃあもう明日から入浴解除してよとか、そんなことは俺言わない。それは私が先に倒れる。利用者さんより先に、あの送迎も、送迎と入浴はもうのこさんがそれやれって言ったら、お母さんやめるからね、その時やめていいってノリストに言ったらね、それはお母さん先にぶっ倒れるし、車もお母さんだけならいいけど、利用者さんね、なんかあったら困るからってさ、それはさせんから大丈夫、まあ、それ以外のね、もうとにかく自分のできる中での全てのことが、やっぱ自分の中でできるって思えば、気分的に前向きになるやん。だから人って、まあ、全然ね、振り返ることはいいけど、必ず前と上をしっかりと見とかなか、前を見て上を見とかな、下向いとったらこけるだけだ。振り返ることはいいと思う。後悔することはいいし、振り返ることはいいけど、下見てても何も意味がない。前見て、いや、私は全部見とかないと思うよ。ああ、あの足がね、だんだんと膝やら何やれたら骨折になってきたから、うん、歩くのね、ちょっとのことでこけるからね、下見ないか、ね、うん、上から何か落ちてくるかもわからんし、とっさの動作ができないからね、全て見ないから。それができるんやったら、それやっとってもらったらいい。それができるんだ、それで。そんな調子、まあまあ、けどね、ね、かえちゃん3年か、まあ3年経って、ともこさんがようやくここまで回復しましたと、ね、けど、なんかな、お母さんに生かされてたっていう思いはちょっと分かるな、確かにそうだな。けど、ね、これからはまたそれをね、また別のところに目を持っていって、ね、俺に生かされるぐらいなら、俺に褒められるぐらい、俺に褒められるように頑張ってもらえれば、もうね、こんなおばさんになると誰も褒めてくれんじゃん。そうでしょ、だからね、そうでしょ、ご飯食べた時に美味しかったよとかって言われるのが褒め言葉なんだよね、それぐらいしかないんだよ、私ね。だから、お昼にさ、こうやって利用者さんが食べてるやん、ともこさんが作った料理を食べてるやん、その時さ、ともこさん知っとる、自分がどんな顔しとるか、もう人の顔見てニコ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 で、こうやって見ながらなんか、あ、食べとる食べとるみたいな。そう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 、ね、まあけどね、それそんな顔しとる、しとるしとるしとる、けどね、それはね、もう自分なんか食べんでいいの。コーヒーさえ飲んどりゃさ、わかる、けどやっぱ本当にね、あれ、介護の一番大事なのは見るってこと、それをね、やっぱね、美味しく食べるかどうかなっていう、どんな形でも今見りゃいいんだよ。だけどそれを朝から晩までここへ来てる以上は、ご飯までだけ見とってるから、それが私の欠点なんだよ。これしか見えんで、ね、いや、これしか見えんかったら、これがいっぱいこうやっとけばいいんだそんな器用なことはできません、まあ、まあまあ、まあ68でしょ、あと10年は頑張りますって、みんなに公言して頑張りますって、あと10年頑張りますって、あと10年頑張りますので、皆さんか、応援してください。のっぽさんもいつも私を見とってください。倒れないように、はい、お願いします。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。いいねボタン、
チャンネル登録よろしくお願いします。頑張るバイ。